こんにちは、水彩画の坂井です。今日は以前にバラのガーデンで撮影していました写真をもとにバラの花を描いてみたいと思います。こちらの写真を選んでみました。それではどうぞご覧ください。水彩用紙はアバロンという紙で、これは F65 サイズのブロックタイプのものを使っています。周りには15ミリ幅のマスキングテープを貼って描いています。透明水彩絵の具はターナーというメーカーの18色セット、それとパレットの下の右ですね、そこに見えている赤は、ホルベインのオペラという色を使っています。お花の部分を黄色でおおよその形を作っていって、そこに乾く前にすぐにですね、赤い色を落としていきます。かなり水がたまるぐらい、水たっぷりで、絵の具を落としていきましたけれども、すぐにティッシュペーパーで明るい部分を取り除いていきます。この時に相当たっぷりめに絵の具を塗っておかないと、このティッシュペーパーで撮った時の効果があまりなくなります。お花の周りの部分にも黄色の色を大きく塗っておきます。そしてお花のところかなり、弱くなってしまったところがありますから、少し描き加えておきます。周りに大きく塗った黄色のところが乾きましたら、お花の周りの葉っぱを描いていきます。この緑を描くときにお花の形がだんだん分かるような感じで今描いていっています。どうしてもここでお花の中をもっと描きたくなるんですけれども、ちょっと我慢をして、周りを決めていきます。周りが決まっていくと自然とお花もこの程度を描いただけでも、だんだん見えてくるのが分かると思います。今注意して見ててください。ここからお花の中の部分は描きません。今周りを描いていってますけれども、そうすると全く中を描かなくても随分お花が出来上がっていったように見えると思います。その周りに塗ったグリーンが乾かないうちに、暗い色を落としていくんですけれども、どうしてもこの時に濃いグリーンとか、青系の色を入れたくなってしまいますけれども、私はかなりその中に赤を混ぜた色を落としています。赤を入れたり紫色を入れるのが効果的だと思います。乾くと周りの色はこんな感じになりました。お花の部分なんですけれども、最初にティッシュペーパーで簡単に抜いておきましたので、花びらの感じが非常に正確ではありません。このあたりで、ナイロンの筆に水をつけて、まず先に塗ります。そこをティッシュペーパーで拭き取っていって、少し、花びらの形を正確にしておきます。この作業が終わりましたら、少し乾かして、ちょっと休憩をして、それからまた描き進めていこうと思います。
ここでバラの花びらの中を描き進めていきたいと思います。どうしても描きすぎになってしまいますから、ここでも描きすぎないことに注意して、多少花びらの中を描いていきます。ものの見え方は周りとの関わりで見えて見え方が変わってきますから、一部に集中するのではなくて、できるだけ広い範囲を見ながら広く描いていくことだと思います。一箇所を集中して描くのではなくて、全体を見ながら全体をまんべんなく描いていくようにしていった方がいいと思います。ここはバラのお庭の塀のところというか、金属製の棒の柵がありまして、そこに咲いてたバラなんですけれども、上のところを今赤を入れてみました。写真にはその色ないんじゃないのというふうに見る方いらっしゃるかもしれませんけれども、ここは、お花と同じような色を上の方にも使って、全体の色のバランスを考えてみました。画面に縦の流れができていいなと思いまして、この柵の棒を描きましたけれども、私の不器用さが出てまして、非常に、切れ味が悪い線が、できてしまいましたね。これ格好が悪いので、後でまた、乾いてから少し水をつけて、薄くしようかなと思ってますけれども、周りの調子がだんだん強くなってきましたので、この辺りで花びらの中の強いところも、描き加えていきます。この辺までは私としてはまあまあ調子よく来たような気がしますけれども、ちょっとこの辺で苦しくなってきました。先ほど言った上のこの柵の部分ですね、ここを非常に気になったので少し薄くしました。ここでちょっと上の水がきれいになったのがわかると思いますけれども、ここで別の日になっています。ちょっと仕事がいろいろとあったものですから、3日ぐらい置いた後別な日に続きを書いています。この辺でかなり苦しくなってきまして、まず周りの少し賑やかな感じのところを落としていかなきゃいけないのと、メリハリをつけなきゃいけないというような感じで今考えています。
それで周りを今青の色を使ってつないでいってしまってます。上からさっとつなぐと下の調子は残りながら、全体にセロハンをかけたような感じで、青色をつけることができると思います。この辺で今様子を見ながら少し大きめにつけました。手前にある葉っぱの部分をきちっと描いていきます。ここを描きましたら、手前の葉っぱと後ろにある葉っぱの距離感というか、その空間が少し出たかなと思います。なんとか、右側の方の部分は、これで少し落ち着いたかもしれません。ただ左側の方がちょっと大変ですね。ここをもうちょっとなんとかしなきゃいけないんですけれども、ちょっと苦しくなっています。もう最後の方になるんですけれども、ここで不透明の白を入れていきます。花びらとか葉っぱとか茎のあたりのハイライトの部分を不透明を使って描いていきます。描き進めていますけれども、手前のところに葉っぱを2枚加えてみました。実際に写真にはないんですけれども、バランスが、なかなか取れなかったものですから、ちょっと入れてみました。上の方もなんとか、こう単調にならないというか退屈にならないように工夫して、今入れてみます。この辺で録画ボタンを止めてしまいました。まあそういうわけでこんな感じで完成になります。左の部分がちょっと気になったので、最終的にはもう少し描き加えています。最後に出てくる絵が、まあ完成品ですけれども、私あまりお花得意じゃないので、これで3本目の動画ですけれども、あまり数出てきません。まあうまくいかないところがたくさんあるので、まあ見ていただいて、かえってそれが、また参考になるのかなと思いますので、あまりうまくできなくてもまた時々載せますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンなどを押していただきますと非常に励みになります。こんな感じです。それではまた皆さんお元気で、さようなら。